Who will take the shortcut to the Academy Awards?昼間の雨が嘘のように晴れ上がりましたよね。そうですね、良かったです。良かったです。私外がしっかりした中、ようこそ皆さんお越しいただきました。ありがとうございます。作品名、レオンが響く奇跡の日、皆さん、はじめまして。平穏な日々奇跡の日という映画に出演させていただきました、有村架純と申します。今回このような評価をいただいて本当に嬉しく思っています。ここにいられるのは監督や映画に関わっているスタッフさんや関係者の方々のおかげだと思っています。この気持ちを胸にこれからも精一杯頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい、角監督受賞おめでとうございます。このような評価をいただいて本当に嬉しく思って、これからもこの半端スプリットを持って死ぬまで曲を作っていきたいと思います。今回本当にありがとうございました。もうどんなに可愛い作品かこの2人見ればすぐ分かると思うんですけど、夢を持つ大切さと人生のことをすごくハッピーに考えさせられて、とにかくハートフルな作品でした。スポットライトアワード goes to ハヤト市原。自分の中で、初めて監督をし作品を作るにあたりたくさんの課題がありました。そして残された多くの課題があります。私は芝居をする部署にいたんですけども、映画全体を通し、企画から入り、脚本を書き、映画の素晴らしさを楽しさをまた改めて感じることができたので、そしてこのショートショートという本当に素敵なセレモニーに参加させていただけることを誇りに思い、ありがたく思い、全てのクリエイター、表現者皆様に敬意を払い、一から、監督の勉強をし、皆様の心に届く作品を作りたいと思っています。ぜひよろしくお願いします。グランプリ goes to A Lady Caddy Who Never Saw a Hole in One Directed by Josep Anginoen from Indonesia。 それでは審査に道坂浩二様よりノエン監督へトロフィーが贈られます。発明王のエジソンやフランスのリュミエル兄弟が作ってくれたそのショートフィルム、そこからスタートしたのが映画です。この映画を皆さんと共に21世紀にどんな風に育てていけるのか、一緒に考えていっぱいいきたいなと思っております。それではショートショートフィルムフェスティバル&アジア2014、また来年お会いしたいと思います。乾杯。乾杯。ありがとうございました。